ボートレース都の開設72周年記念 G1 ツッキー大阪決定戦4日目の予選競争もこれがラストカードです。第12レースです。インコースは1号艇松井しげるが張ります。現在得点率 7.83 でトップに立っています。2コースは2号艇宮地元木は1着で明日の準優勝戦絶好枠になりそうです。3コースは3号艇貞松勇樹、明日の準優勝戦内枠かかる一戦です。4コースは4号艇松田勇樹は3着で 5.83、 5コース5号艇桑原優は3着で 6.ちょうどです。6コース6号艇永井彪也、ここも大敗なく準優進出決めたい一戦です。カードは4コース4号艇松田が取って3-3です。このレース2着以内で予選トップ通過となる1号艇松井しげる人気の中心です。3連単は1蓋3と13蓋が10倍来ています。4日目のラストカード第12レースの予選競争です。1番2番3番ダッシュは4番5番6番です。スタートしました。スロー勢コースタート1号艇松井、2号艇宮地、3号艇貞松、逃げる1号艇松井、2号艇宮地が刺して3号艇貞松は幕に出すか流れたか、懐をつくのは4号艇松田になっています。逃げる1号艇松井しげるが先頭、2番手2号艇宮地が一定身リード、この内側から4号艇松田勇樹、あとは6号艇永井が続く。スタートは正常です。2マーク1号艇松井クリア、2番手握っていった2号艇宮地、小回りする4号艇松田になりますが、2番手は2号艇宮地、3番手4号艇松田勇樹、先頭2番手の定冠、現在は一定身半差、逃げる1号艇松井しげる、2番手から追うのは2号艇宮地元樹です。1マーク先頭1号艇松井、ここはつけまいく2号艇宮地は膨れました。3番手4号艇松田勇樹の1番2番4番です。あとは3号艇貞松、5号艇桑原、6号艇永井の順、バック中間地点から第2ターンマーク、先頭1号艇松井しげる、2番手2号艇宮地元樹、そして4号艇松田勇樹の順、1番2番4番となっています。6艇が2周にマーク、続々旋回ホームステージに帰ってこれから最終周回です。陰線堂々押し切った1号艇松井しげる先頭、3周1マーククリア、2番手2号艇宮地元樹、そして4号艇松田勇樹、1番2番4番打ちをつく3号艇貞松は現在3艇審査4番手になっています。7回目の当地周年記念制覇にロックオンです。松井しげるが得点率 8.14 でシリーズリーダー勝ち取りそうです。ラストマークリア、2番手2号艇宮地で、そして4号艇松田が続く、打ちをつく3号艇貞松は4番手、3連単 10.6 倍、1番松井五輪、2番宮地五輪、4番松田が五輪、3番貞松、5番桑原、6番永井五輪です。第12レースの確定は1着1番、2着2番、3着4番以上でございます。